通知ツイート行きましたかね。どうですか。あなた。まだです。あ、今配信公開しました。あ、来ました。来ました。ありがとうございます。どうしたね。リツイートしときます。あ、ありがとうございます。よし。で、テロップ出しとこう。よし。さあ、始まりましたよ。いや、始まりましたね。そんな始まり方。始まりましたよ。ついに来ましたね。全英と全米対応の企画ですよ。おさし始まり方しましたね。びっくりしました。今。やって。若松さんすごい。よし、なんかこう若手芸人みたいな、簡単にご紹介しますか。はい、あ、そう、じゃあまず僕からしますね。好きな配信者はハクさん、若松隼人です。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。なるほど。そういう感じですね。じゃあ次は、ロアさんお願いします。好きな配信者、忖度。全員。違うな。フォローしてる人大体好きです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次、西本さんお願いします。はい。競馬配信者の西本です。好きな配信者は自分です。よろしくお願いします。いいですね。自己愛が。お願いします。じゃあ、レジさんお願いします。どうも、レジです。去年の6月ぐらいから始めました。ちょっと、配信者に関してはちょっとわかんないですけど、ちょっと、いろいろゲーム、消化していきたいと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、ちょっと。いいっすね。いや、いいっすね。から元気出しましょう。じゃあ、もう8時なんで、早速、どうしようかな。あ、よし。お、8時になりましたね。いよいよですね。ちょっと、スイッチ入るの。じゃあ僕が、合図するんで、それでスタートしましょうか。はい。わ、はい、かりました。よし、じゃあ、わかりました。いいですか、8時になったんで、いきますよ。はい。はい、3、2、1、スタート。はい。始まった。どんな感じなんだ。あ、本当だ、バイデンいたな。あ、そうだ、さすがにこれを確認しておきますよ。皆さん、配信画面自分の位置やってますか。あ、今言われてもちょっと見れないっす。あ、そうか。合ってます。あ、僕、左下ですね。合ってます、合ってます。あ、インスタで合ってると思う。じゃあ、西尾さん大丈夫。じゃあ、合ってます。よいしょ、いい。あ、聞きます。なんか食感かわいいよ。ほんと、マリオだな。もう一面クリアしましたよ、僕は。おぉ、早いって、西尾さん。やる気あります？ちょ、おぉ。あ、なるほど。だって、初見ですよ、初見。いや、初見でも、いや、これレースでしょ。いや、そうですよ。いや、普通に。あ、でもいける。なるほど。オッケーオッケー。なるほど、なるほど。ちょ、コイン取りたいっすね。アイテムがよくわかんねえ。これ一応でかくなるんですね。マリオがまんま。あ、ちなみにその一面のゴールは、罠なんで、ちょっとその手前の土管とか入らないとダメですよ。あ、いや、旗が。これはあれですかね。あれか、罠か。お花ですね、これ。ああ、なるほど。
ちゃんとパックンフラワー。そう、それ踏めるんかと思ったらクラウンっすよね。しっかりパックンフラワーだったのびっくりした。あ、やっぱ最近マリオ、最近のマリオやってると、あの三角飛びができんじゃねえかって思ってしまう。これでできたん結構すごいっすね。これ残機なさそうかな。そうですね。いや残機、残機が死んでも即スタートリスタートみたいな感じ。そうですね、今死んだんですけど問題なかったですね。なるほど。いや、あの西本さんはともかくちょっと僕これ時間かかるかもしれない。え、若尾さん普段横アクションやってるでしょ。やってますけど。横つくの若尾さん。とんでもねえボス出てきた。ボス。ボスいるんだボス。あー、いるじゃん。クッパ。クッパなの。なんだ。なるほど。なるほど。あー、こいつ3面ごとに1なんですね。なるほど。お、いいね。なんか。わらボール。あ、そっか、お前。うーわ全然どういう状況か分からん。よし。あの、これあれか。なるほどね。これよっしゃい。グラフ、なんかあれだな。アイテムの挙動が、ちゃんと逆いく。なんか、意外と前。クッファ出てきそうな。いずらになった。おー、ちゃんと炎入ってくる。おー、ちゃんとキラーがいるぞ。あー、マジか。届くのこれ。あ、今レジさんが。おい、トップや。え、レジさん立つね。すごいな。おー、めっちゃ行きましたよ。あ、なるほど。こう、みんなを牢屋に叩き落としていくんですね。早いな、レジさん。なるほど。こうみんなをこのよいしょ。おしゃ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 。これ食パンみたいなあのキノコ。いや。これ食パンなんですかね。何なんですかね。あ、なんか来てるな。ここまで来るならファイヤー待ってるしかったぐらい。ファイヤー。お前いるんか。俺の嫌いなやついるじゃん。あやべ。俺の大嫌いなやついる。これ僕の大嫌いなやつがいますね。ハンパープロスがいますね、これ。これはうまいこと。スター使っていかない。そう、スターでパッと。そうなんですよ。これが、あの、ワープなしで、ラス面にいる可能性が一番怖いですよ、僕は。あ、やったフラワーあるじゃないですか。というか。いや、またクッパステージ。もう早い。やっぱ半面後とか。あ、ちゃんとあれですね。これ本当、うわ、これ怖いわ。あのあれですよ。ブロックが壊せないのが本当に怖い。壊せないって怖い。微動だにしないっすね。そうだ。だから頭見せし。あれ、ハム。あーおー、最低限限限限限よし、あー結構むずこれ。やだなー、これ完全にファミコン版なんだよなー。あ、確かに。でもファミコン版のいいとこは、うん、タイヤゴリ押しでもいけるとこ。あ、まあ、そう、うん、先のクッパはね、割と。てか、クッパってあれですよね。よし。ちょっともう、完全にマリオの話ですけど。うん。ガチでマリオを殺しに来るときと。うん。いろいろ。あ、赤コールだ。あ、むずい。ほんとね、あいつ、マジで、たまにほんとガチで殺しに来るときあるんですよね、マリオを。うん。そうです。それはまあ敵ですからね。うん。なんか、たまに一緒に遊んだりしてるくせに。じゃあ、どういうふうに。うわぁ、あと、
なんかピーチに悟たれたりするのに。やべ、ブロスが。ああー、そういうことね。なるほど。なるほど。ブロスがいるんですね、そこに。まだいます、ブロスは。おっ、ちょっと待って、よいしょ。ジャンプの軌道もファミコンで、ちょっと気持ち悪い。最近のやってる。あ、やっちゃったー。ジャンプが、なんかさ、ほんとにないんですよね。あの、あ、これ。ジャンプ、ジャンプお願い。お願いだから、この今の面めっちゃむずいんすけど、これ何面ですか、この2個目のボス倒した後の、うん、ああ3の1ですか、そうそう、あっ3の1むずいですね、これ。しゃーんとよっしゃ、マジか、今ロアさんとレイさん同時ですね。お、いいですね。ごめん、に入りましたよ。20万円がかかってるってことです。マジで目の色変わるな。いや、本当だ。あれですね、これ。足場で殺してくるタイプのマリオですね、これは。なんか敵踏んではあれですね。全然ジャンプしないですもん、これ。そう、これマリオ。そう、ファミコン版マリオ起動ですね、これは。しかも本当、マジこれはだな。でも割とこれはでもいけるんじゃないかな。敵がワンパターンな気がする。そうっすね。うん。多分これ以上の敵は来ない気がする。最後、割と地形が、ちょっとめちゃ食らってますけど、地形が健全なんですよ。結構地形が健全ですね。なるほど。どうしよう、急にマリオ2みたいになったら。あ、取れねえよ。取れない。フラワーが。そこはあれですね。カメ。このカメもなんかあれですよね。きっと、誰かなんでしょうね。誰かでしょうね。ものすごい、ちょっと。あー、マジな、おい。あっし。うん。おぉ、今のクッパがトランプってのしかわかんないです。うわ、なんか変な汗出てきた、どうしよう。なんだ、なんか知らんか、変な汗出てきたぞ。いや、なんかサウナ的な汗出てきた。サウナ的な汗出てきた。あ、やべ、こたつけながらストーブつけてんじゃん、僕。オッケー、いいね。パン俺のパン、あ、パンお、パン出てきた。ノートミーアース。フロリダまで来ましたよ。お、フロリダ。フロリダ、え、あれじゃん。マジで最近のじゃん。え、もう、トランプもう、あれじゃん。あ、これだ。フロリダの別荘でしょ。赤。怖い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 。あ、これ州の数だけ面があるんですかね。まさか。本当に。えぐくないですか。え、じゃあ結構まだまだってこと。びっくり。これえぐくないですか。そうなると。ああ。いや、いった。やべ、これ普通に下手さ加減が出てるのがやばい。あっす。割とね、操作性はすごくいいんですよ、これ。このゲーム。あかん、ちょっとレジさんの独走状態になってる。そうですね。完全に、ちょっとこれは、正す。うっ。多分3個ずつで州が変わってくるの。あ、ニューヨーク来ました。あ、もう。え、早っ。あ、4の2でニューヨークに変わったんですか。あ、変わりましたね。ああ、だから1個ずつ多分変わってんすよね、きっと。ああ、なるほど。ああ、マジか。ああ、そういうこと。アメリカって何州あるんですか。40そんなあるんですか。40いくつだったかな。ここやばい、割と
むずい。あ、いた。わあ、嘘、ここ無理だ。すごい、ニューヨークむずい。よっしゃよっしゃ。やっといけた。やっといけた。あ、嘘じゃいいし。ニューヨークめっちゃむずい。もうニューヨーク。大丈夫ですか。ダウン。トランプ。マジか。これ超えていいのかな。ちょっともう。今もレイさんの見て、なるほどって思いました。よし。あかん、パックンフラワー踏みに行ってしまう。そう。踏める顔してるんですよ、あいつ。そうなんですよ。踏める顔っすよね、あれ。踏んじゃいけないような感じじゃないもん。いけるのかな、こうやっていけ、あーダメか、これ踏んでいかないとダメなんだ。やばいやばい、なんか先導行ってるな。おお、うわー、そっちか。今グーパン使っ、グーは何なん、怖い。グーパンはちょっと、ちょっと、ここでグーパンちょっと怖いんだけど。あー、これさ、たまにさ、無敵になると。動かないな、これ。どうやって届くの、これ。すごいハマってんだけど。よし。なるほど。これ無敵になると。どうすればいいんだろう。あ、いや、そんなことないな。無敵になると何なんですか。なんでもですよ。大丈夫ですよ。無敵になった方がいいです。ガンガン無敵になりましょう。すごい、ずっと言おうとして気になってる。出した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 。待って待って、おい。やばい。やっといけた。よし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 。おっちょっちょっちょ。結構な精度、操作精度を求められます。あ、怖い。なるほど。うわぁ、マジか。うわぁ。僕、あれなんですよね。穴に落ちるとき、玉ヒュンなんですよね。ゲームでも。ゲームでも。よし。4の3! お、早い。ちょっと待ってくれ。いや、沼に。抜かしましたよ。この、コインが、絶対、取っても当てにならない感じがいいですね。あ、マジか。ダメだ、ここ超詰まる。みんなどこまで行ってんだろう。うわ、怖い。この亀、踏んだらいいのか。ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。パン！よし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 。なるほど。よし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 。赤亀と緑亀の違いがないのが怖い。なんか、あれ、あの、余計なことした、俺。ちょく初見殺しが。本当は赤亀が確か落ちるんですよね。段差とか。あ、緑亀の方か。どっちだったかな、忘れちゃった。あ、そんな違いあったんですか。あ、そうなんですよ。本当はね、あの、マリオが。勝手にするさ。まあ、だそれを使ったマリオメーカーの面がすごく面白かったのがありましたね。ファイヤーで亀を。ああ、なんとか。これ難かったな。あ、取るか。ああ。よしよしよし。くぅ。あ、よしだ、もう。くぅ。真上に行けないおじさんだ。やばい。かぁ。4、ニューヨークめっちゃむずいっすよ。これ、かなり。4のにちょっと僕、今、やってますね。うわ怖い。あす。ワシントン DC が。もうじゃん。そこじゃないですか、ゴール。ゴールっすかね。これで終わったらもう。どうしよう、どうしよう。どうしよう。12時までかかる予定だったはずの、この企画。おっと、ワシントン DC が出てきてしまったということはそういうことになります。あれね。なんか、すげえ、出てきたよ。あ、トランプ出てきちゃってんじゃん。トランプが出てきた。あ、やばい。いや、美味しい。
第2ラウンドみたいな。クリア。どうしちゃいました？いや、とりあえずトランプが土下座して、ああ、なるほど。捕まった。トドカン。やばい、間違えた。めっちゃポイント入る。おお。やばい。サンキューって出ました。お、まずはレジさんが1位ですね。ちょっと待って、はい、僕も今サンキュー出ました。マジか。ミスさんが2位か。すごい、ほんと序列が、ゲーム序列がちゃんと出てるじゃないですか。終わっちゃいました、ね、20分で終わりましたね。こ恐ろしい企画しましたね、うちら。怖いっす、僕。とりあえずもう1ラウンドやりますよ。誰にも気づかれぬまま終わってしまった感じが。マジか。おっしゃーみたいな感じないですね。ああ、もう。とりあえず、じゃあ2人だろ。うわ、うわ、もう。だめだ。どんどん変な汗かいてくる。これ、あれだよ。あれに似てる。熱中症に似てる。待ってる人から見られてるの逆にプレッシャーかかりそう、めちゃくちゃ。そう、これ怖いっすね。うわ、よしよしよし。今お二人いい勝負っすからね。あ、でもニューヨークじゃないですか。もう次ワシントン DC なんで。あー、危ない、ここだよ。危ない。せめて3位には なりたいわ。あー、もうどっちが勝つんだ。そうそう、酔ってるやつに負けてたら、酔ってるやつに負けてるなんで、そんな、やばいですよ、ちょっと。ここがダメなんですよ、なんか。ここむずいっすよね。いやー、やるからには、3位、3位を。よし。いいっすね、いいっすね。現時点で、リストは3位。あー、もう。もうやっちゃう。こいつ踏んでいいのか飛んでいいのかわかんねえんだよ。踏んでも飛べないっすからね、全然。そうなんですよね。あー、かわいい。あー、僕今同じところであれですね、4回ぐらい死んでますね。すごい、でもすごい、なんかあの木もかわいいわ、ウィルもかわいいわ、なんかかわいい。なんだかんだあれなんですよね、敵キャラ以外、敵キャラ以外好きですよね。ちょっとカービィ感がありますよね。確かに。あ、もう僕らこういうこと言っていくしかないんですよ。皆さん、生温かく見守っとくんで。あ、やめろやめろ、お前お前それはひどいだろ。それはやめろ。素晴らしい。お前ら死ぬのか、あいうちで。あ、死ぬ、ちゃんと死ぬ。よし、やめてよ、やめてくださいよ。ダメだ、もう変な汗が。惜しい、そこ。これがあれだ。このコインが本当に。お、おわ、お、44万だ。よし。コインが本当、初期マリオのちゃんとした、ここに行くんだぞコインになってるのが。オッケー、よしよしよし。嘘だろ。やばい、負ける。どっちが先に DC いく。うそ。ここでも言ったら、ニューヨークが多分一番むずいと思う。お、DC、バレンタイン DC、サーキスでしたのに、新宿全田さんがバレンタイン DC。お、若尾さん DC 行きましたね。よし、ワシントン。うーわ。やばいやばい、もう行けばよかった。これはちょっとあれだな、もうトランプ出てきたら負けるな。出る前に、ここまずいんですよ。うん、よしよしよし。じゃあ待って、あー、食パンが大きい状態でトランプ出てきたらもうゴリ押しいきますからね。あれダメなんだ、今知った。よし、挙動やめてよ、挙動。
でも当たり判定が優しいんだよな。ここあれっすよ。そうそうっす。マジなんか変のさ。すごい怖い。もう慎重に行くべきです、ね。ああ、若松さんが言ってしまう。嘘だ。これはどうよ、ここに食パンを置きるわ。まだ大丈夫、まだ。ああ、ここをね、もう、本当に慎重に行かないと。もう僕、ダメだ。死んでしまう。これ、まさかの、すごい、すごい、あれでしたね。お手軽企画でしたね、なんか。どう？うん、1ヶ月ぐらい前からやる、練ってた。とは思えない。まさかこんな短いとは、ちゃんと。いや、なんか予想だよね。2時間ぐらいは普通にかかる予定だったの。単純に長く終わった音がしますね。その音とはね、10時からって予定だったし。で、それでね、その、仮に、もしそのゲームは長いゲームで、それでね、変な感じになって、ちゃってたらそれはそれで嫌だったから、まあそうですね、僕は8時スタートで別に良かったと思いますよ。反省会しながら僕の感想見ます。とりあえずあれですよ、ロアさんがクリアするまで、あとロアさんを待ちながら。3位です。 OK、 ロアさんが終わったとこが企画終わりなんで。そうなんですよね、これ怖いですね僕。あ、でこれでタイトルがあるのか。よし、3か。やっといけた。マジか。よし、今のうちにちょっと。あれ、こいつはいらないやつだ。オッケー。ああ、それやめろ。そのまま。よし、よし。オッケー。どこに行こうか。そこ大事、そこ。はいはい。ああ、なるほど。慎重に。もうこれ僕大丈夫ですよ。はい、行きますね、これは。もう、いや、ありがとうございました、皆さん。おお、ナイス。ナイス。出させるだけっすよ。うわ、こいつムカつくな、こういうやつ。一応言おうと。あ、やめてよ。そうなんだよな。ジャンプほどしか飛ばないんだよな、こいつ。パンか？これパンなんですか、本当に。あー、お前そこね、食らうんですよね。しましょうかね。第1レース。ポイント制にします急にコインが重要になりますね、そうなると。1位3ポイント、2位2ポイント、3位1ポイントって感じで。ああ、そういうことですね。ああ、なるほど。2周目僕、あれですよ。なんなら、ここにパンがあったらもうあれじゃないですか。勝ち確じゃないですか、トランプとか。パン確かありますよ、ここ途中、まあ、なぜそこにパン置いてるのかは謎ですけど、あ、本当だ。ていうかもう勝ち確じゃないですか。え、みんなの見てなかったけど、こんなんなんですか。もう僕ちょっとカルシウム取ります。あ、いいですね、カルシウム。カルシウムを骨っこ食べるみたいな名前のやつ取ります。骨っこ食べて懐かしい。ワンちゃんかわいい。終わりましたね。無事にそれ感想をみんなできます。これあれですね、なるほど、30分でいいですね、これ。あのサクッとするゲームだから、ね、サクッ、そうですね。これはどうしますね。これは絵面もかわいいし好きだわ。あ、好きだわ、出ました。出ましたよ。すごい。データで、これあれじゃないですか。エンディングちゃんと、スーパーマリオワールドじゃないですか。よし、じゃあ、第1レースが、レジさん1位、西尾さん2位、奥3位、で、ロアさん4位。で、現在、じゃあ、暫定1位はレジさんですね。です。なるほど。すごいですね、レジさん。いや、あれをこの中で一番早く終わらせれるってすごいわ。たまたま。やべえ、今びっくりした。そう、優勝した感想をどうぞ。
第1レース、第1、暫定1位の感想。第2レースも頑張ります。いいですね。ちょっと待って、一瞬待ってもらっていいですか。あ、どうぞ、はい、どうぞ。ちょっと今日に目薬を、あの体にいい サプリとかね、こういっぱい用意して、大丈夫、やばい薬じゃないですか現在。あ、大丈夫です。第2レース前のインターバルタイムです。あ、あれなんですね。インター、海外から届く荷物ってすげえぐるぐる巻きで庭先にポイ捨てされてるように置いて聞きますよね。それは知らないっすね。一応ちゃっとどっか。僕一回やったことあるんですけど、海外から購入。ああそしたら、マジで、なんか、なんだろう。本当庭先のこの片隅に、なんかぐるぐる巻きにされて置いたで。父親が違法薬物でも買ったのかと思ったって言って。あら、あった。それはすごいですね。海外のなんか結構あれっす。そこがなんか独特っす。そう。あと多分僕偽物を捕まされた感がですよね。あのルワさん、順位できたら教えてください。あ、そうですね。ちょっとあとじゃあ20秒。はい。よし。大丈夫ですよ。え、何戦するんですか。どうしようかな。時間がな、あんなり第3…よし。うわ、あ、この感じだと2時間ぐらいで締めていいと思ってるんで、ちょうどそのワンレース30分っていうのは、約30分っていうのはちょっと分かったんで。そうですね、これ、はい、第2レースが30分かかるとは。ちょっと、じゃああと3戦やる感じですか。なるほど。第3ラウンドまではやってもいいかな。なるほど。僕はあれですよ、慣れれば慣れるほど上手くなるタイプですよ。これはもうみんなそうでしょ。みんなそうなんだよな。同じステージですもんね、周回みたいなことだから。うん、で、用意してるのは、その終わらせて枠中に変えて、うん、打ち上げてて、うん、それをちゃんと用意してるんで、そういう手段も。あ、なるほど、さすがです。さすが。いやー、僕ちょっと足にね、ちょっとね、ちょっと今ハンデを抱えてまして。爆弾を抱えている。ちょっと階段でこけまして。あら。そうなんです。さあ、ロワさん、そろそろよろしいでしょうか。大丈夫です。任せてください。もう次はもうあれですから。あ、ちょうど時間的にもいいよ。ちょうどあの半になったし、うん。そうですね。よし、では、第2レース始めまーす。はい。はい。はい、では、3、2、1、ドン。またやるのか。ちょっと拷問に近くなってきてるか。大丈夫かみんな。もうあれだよ、もうみんな速くなってるじゃない。2周目はめっちゃ速いと思う。やべ、今クッソ下手だ僕。あかん、言うてむずい。これあ、また言うて急いじゃいけねっていうのがちょっと分かりました。ミスしてると結構割とね。初めてです、うん、さっきは。今若松さん最下位ですよ。ねえ、これ最下位はさすがにまずい。あー、ミスった。一応か、事前に調べて前後で12コースっていうのは、あの調べて、あの把握してたんですよ。あ、そうなの。とはいえ、その約30分っていうのはつかめなかった。確かに。
ミスった。これ、一周目だと、いいとこ忘れちゃうな。よいしょ。結構みんな僅差ですね。僅差ですね。みんな慣れてきたんじゃないですか。いいですよ。これ最終的にあれでしょ、こう、なんか、やべえ時間でクリアした人の勝ちなんでしょ。やめます。かなりワンミスが命取りかもね。そう一番最初に戻されるから、後半でのワンミスがなかなか、うん、これパン君あれだな、マリオみたいな動きすると思ったけど、普通に出る方向が決まってるんだな。そうなんですよね。向いてる方向出るんかと思ったら逆来るんですよね。びっくりしちゃう。なずいー、結局当たるんかい。にゃんぐにゃんぐあ、だめ、にゃんぐ。やだ、最近ね、ここいらの野良猫くんが、うん、そう、2色いてね、割とあれなんですよね、黒い方が若干怖いんですよね。野良猫いいね、いいですね。いいですよ。でも全然懐いてくれないやつなんですよ。完全にもう完全にちょっと普通にモグラとかネズミとか食ってるタイプ。急にどうしたんですか、猫の話。いや僕なんか、いや、こうみんな和ませようかなって。ありがとうございます。いいですね、猫ちゃんは可愛いね。黒猫ちゃんは可愛い。あ、そう、こっちおいでってやったら全然来ないですよね。来ないです。あ、確かに来るときは来るんですよね。よく庭先にいることが多くて。ああ確かに、たまに白い方は夜でも分かるんですけど、黒い方はなんかあそこだけさらに黒いっていう感じでいるから、あ、やばい、最初時空が歪んでるって思うんですよね。あ、時空、あそこ、あ、なんかあそこ歪んでるなと思って、俺目悪くなったのかと思って。猫ちゃん、いつも僕アレルギーなんですよね、猫。ああそうなんですか。そうなんですね、アレルギーはきついっすね。マジで使われないっす。ああ、そこまでなんですね。もう目がパンパンになりますね。僕は花粉症程度。映像とか写真で猫ちゃんを楽しんでくださいよ。まあそれぐらいはしますけど、はい、結局触れないんだなって思うとなんか悲しくなるんじゃないですか。ああ、まあ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 、確かに。そうなんですよね。いや、ここ最近僕なんかとある病気説が浮上しまして。とある病気ですか。あの、なんていうんですかね、頭がめっちゃ痒くなるやつあるじゃないですか。まあ、いや、わかんないです。なんかあるらしいんですよ。はい、ね、なんだっけ、治療系なんとかみたいな。初めて聞いた。なんか最初僕ほとんどアレルギーがないんで、はい、まあ花粉症とかそのわかりやすいやつぐらいなんで、うん、なんかたまにこう一回何かわからず僕全身が痒くなったことがあって、はあ、ジンマシンとかじゃなくて、もうただただお風呂入ってでこたつに入ってたらもう全身がブワーって痒くなって、かといって赤くも何にもなってなくて、なんだ原因がわかんないですね。そう、あ、こって思って。よし、最近ちょっとなんかカビが原因じゃないかっていう。カビどうだろうな。体にカビが生えてるんですか。生えてるというか、生えてる、
なんだろうな。カビ荒れる。カビ荒れる。でもね、なんか、多分ね、多分生えてるっていう状態で、多分ね、差し支えないと思うんですよね。生えてる。いいっすね、カビ生えてるって。なんか、能力者みたいじゃないですか。そうなんですよ。カビ生えて、勝手に痒く塗ってるやつ、みたいな。ちょっとね、最初、マジで何か分かんなかった。最近動画で、なんか、全く関係ない動画見てたんですよ。はい。そう。YouTube で。僕、定期的にこう、クッキー消して、はい。おすすめに出てくる動画をリセットするんですよ。ああ。うん。おすすめ毎回固まっちゃいますからね。見てそうなんですよ。へえ。そうなんだ。で、ある時に、そうなんですよ。で、ある時に、なんか、ぼーっとこう、回し見してて、最初、怖い話をずっと見てたんです、その、はい、時は。そのクッキーの間は。はい。で、怖い話から、こう、いろんな、なんか、ニートだけど、質問あるみたいな、スレの、こういう、なんだろう、過去の2ちゃんのね、はい、こう、やつをまとめてるやつが、上がってくるようになって、はい、でそれも見出してたら、なんか急に、なんか、頭に壁が住み着く話の、動画、なんか、実写動画が出てきて。ちょうど。そう。ほんってなって。で、なんか、急に、その人が、その人はなんか、いやー、なんか、最初、めちゃくちゃ頭が痒くなって、夜も出られなくて、みたいな感じで、言ってて。あ、俺じゃん。同じ。僕じゃん。風呂入って、うん、もう夜寝るときには痒いんですよ。へぇ。そうやってもう、定期的な感じなんですか？ん？毎日みたいな。あ、そうなんです。毎日みたいな。それ病院行ったんですか？僕まだ行ってないっす。行っといた。一応行った病院で血液検査したんですけど、皮膚科に行ってないですよね。ああ。普段行ってる病院に行って、アレルギー検査してもらっただけで。オッケー。ちゃんと、こう、診断してもらってないんですよ、皮膚科行って。これ、まあ、YouTube 診断だけってことですね。そうなんですよ。うわ、やめろ、お前。よし。YouTube 診断で、あ、これ、YouTube や。YouTube 診断。僕、なんならこれ中学の時からなんですよね。ずっと一緒に生きてるんですか？カビと。そうなんです。すごい今更じゃないですか。あ、どうも、こんばんは。ようこそ。あ、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。あ、いや、やっちゃった。もう皆さんクリアしました。まだですね。さすがにまだっす。僕もこう。あ、どうもどうも、あ、オープンルックス進めろ。あ、なるほど。ぜひ、ぜひオープンルックスの世界を、もうじゃんじゃん堪能してくださいよ。お。あ、やべあ、なるほど。すごいな。この配信にたどり着くってすごいな。いやー、なんか素晴らしいですね。なんか申し訳ないです。多分僕の猫のかわいさに惹かれたんだと思う。あ、やっぱり。ああ。ね。ロバさんが磁石となって引き寄せられてる。やっぱ猫からのアレルギーっていう話はね、やっぱみんなある話なんでね。僕犬アレルギーなんですけど、犬飼ってたんですけどね。ああ。飼ってたからアレルギーになっちゃったっていう話なんですけど。そうそう。まあでもしょうがないから、まあ花粉症みたいな感じで薬飲んで、
共に生きていくみたいな。そうそうそう。そう、いやもう最後さ、あいやもう死んじゃったんすけど、なんかマジで手かからなすぎて可愛かった。そう。うん。こうやっぱそう。マイカーだ。あのうち20超えだったんすけど、犬大型犬で。おお、めっちゃ長生きですね。そうなんですよ。だけど前日までもうなんか酔っ払って帰ってきた父親に普通に近づいてきて、なんかうるせえなって思いながら、いつものやつだって思って、ねえ、本当にあのチャットもおっしゃってますけど、本当にネコちゃんは可愛いですね。ネコちゃん可愛いですよ。ワンちゃんも可愛いですよ。そう、ワンちゃんも可愛い。酔っ払って帰ってきてまたいこうめんどくさい接し方してんだろうなと思いながら見てたんですけど、だからもう朝になったらもうみたいな感じで、もう介護とか何もなく、なんかもう最近の猫ちゃんとかワンちゃんって、あ、レジさんクリアしてるじゃないですか。え、マジかよ。おめでとうございます。レジさん、第2ラウンド1位。やっぱこれ、序列が出ますね、本当に。いやー、今回4の2でハマりすぎた。4の2やっぱむずいっすよ。うわ、首手。いやいや、もう、こっからなんとかして僕は2位にたどり着きますから。まあ頑張ってください。もう僕がゴールするんで2位は。そうなんすよね。じゃあ3位、3位、3位、3位。見たら4の2クリアしたらもうクリアみたいなもんだもん。そうなんすね。ただこれいつものやつじゃないですか。じゃあダメだ。4の2だけなんか異様に難易度が高いもんね。やめてほしいもん。やっぱニューヨークは治安が悪いってことなんですかね。じゃあもっと治安悪いとこあるニューヨークの地下鉄とかすごい治安悪そう。クリアしましたー。うわー、早いはい、西本さん2位ですね。おめでとうございますやばいやばい。あれですよね、多分パックンフラワー的なやつとかこのクリボー的なやつって何かのあれですよね。まあそうでしょ、何かのあれですね。あ、って書いてある。ちゃんと最後キャラ名出るんですよね。ちゃ、てか、なんなら、飛んでくる火にも名前がついてますからね。ああ、なんか、それぞれに名前ついてるっていうのはいいですね。で、やっぱりもうダメだ。猫ちゃんの話、猫ちゃんとワンちゃんの話したらもう、ちょっと、オッケー、よしよしよし。若干雑談配信みたいになってしまった。あ、オッケーです、オッケー、オッケー、オッケー。赤松さん、4の3。うわ、もうダメじゃないですか、僕。これ死にました。さっきと同じ結果になっちゃいますよこれ。僕ちょっと次無言でいいですか。急にさっき前、さっきおしゃべり親父が、あーやばい、急にやばいやばい、やばい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 、やばい。僕あれですもん、配信中もね、あれなんですよ、自配信中もちょっと僕あまりに集中してるとちょっとなんかマイク切ったの忘れて無言で配信を始めてしまう時って、俺あのチャットからも来てますよ。ロバさんはあの酔ってから本領発揮って。そうなんですよね。ちょっとね、若干今日あのちょっと、あ、そうだ。レジさん。あの、この前、あの、ちょっとこだわり酒場のレモンチューハー美味しいですよって言ったんですけど。おっしゃ、おっけ。もっと美味しいのが見つかりまして。マジっすか。おー。3位でーす。あの、キリンの麹レモンサワーっていうやつが。あっち、一回飲んでみたことあるんですけど。あ、ダメでした？美味しいっすね。だどっちがいいかって言われるとちょっと判断がつきにくいですけど、ロアさん目線からしたら麹の方がやっぱ上です。麹でしたね。麹。そうなんで
そう。床に転がる缶は、あれですね、麹の方になるってことです。そうだよ、もう、うちから、こだわり酒場消えます。消えます。そうですね。痛いですね。残念ながら奴らは消えますね。霧の方でもちょっと高くなかったですか、確か。若干ですね、ほんと若干。なんだ、コンビニで買ったらあれなんですけど、スーパーで買うと、そう、ほぼほぼ。おいしい。じゃあ俺もちょっとそっち買ってみようかな、また。確かに美味しかった気がする。うん。なんていうんですかね、あの、酒の、もう、あ、やべえ。フロアさん、アルコール、はい。あのチャットが、スパーリングワインから浮気したんかって。そうなんですよね。そんな洒落たもん飲んでたんですか。あの、1本300円ぐらいの、あの、すごいお手軽で、なんか缶のやつがあって。缶で。割れてますね。そう。1本300円しないぐらいの、ちょうどいいやつがあって、ティーンさんにも僕があまりにもこれ買ってっから、これ何なんですかって一回聞かれて、やばい、もうちょっと待ってくださいね。止まってますよって。今、雑談と酒方面にちょっと向いてますけど、今頑張っていきますんで。やめろお前。ちっちゃくなった方がよかった。それ超えれますよ、そのまま。そうなんですよね。あ、そうなんですか。はい。こうね、もう有益な知識がこうね、どんどんみんなについていって、これをね、買った人たちがもう本当、やめてください。攻略を見なくてももうね、簡単にこうクリアできる、この素敵な配信になるわけですよ。やめてください、本当に。ここ、パンパン。これパン取るのロスですからね。ちょ、パン取らないと炎に当たった時怖いんですよ。今のロバさんの やめてくださいっていうのも面白かったわ。僕結構あれなんですよ、あのちょっと擬人化しちゃうんですよね、何でも。お、いきます、うん、やっと終わりましたよ皆さん、お待たせしました。オッケーオッケー。さっきより巻きましたね。あ、そうですね、10分早くなりましたね。やっぱ早くなりますよね。うん。いやー、いいですね。これ、ということで、第2レース、第1レースと一緒ですね。1位、レジさん、2位、アクションさん、3位、奥、4位、ロアさんですね。そうですね。ということで、引き続き暫定1位、レジさんです。いや、本当、レジさんすごいですね。いや、たまたま。これさっき僕なんか余計なボタン押したら、なんか普通にツイッター開いて。なんかね、開きました。そうですね。あの、多分開発者の人かな。そうですね、これ選べるんですよね、なんか。選んで。9時になったら第3レース。9時今、やりますか。ちょっと、じゃあゆっくりしていいかな。ゆっくりお酒飲んでいいかな。あ、それかもう、あの、すぐに始めるから。どうしますか。え、どっちでも。え、あ、いいんだ。あ、たまに。あ、ちょっとあの、その前にちょっとあの、なんか、あの、誰かあの、なんか、匿名さんがなんか、URL、誰か知られてくれませんか。僕あの、疑っているわけじゃないんですけど、基本的にこういうの、一切、うん、あの、開きたくないんですよ。ああ、なるほど。多分これは。なんすかね。でも自負側ですからね。大体僕はなんか察してますね。はい、そうなんですか。なんだろう。察してます。なんで。いや全然違った。なんだこれ。いやすいませんね、あの貼っていただいたのに、僕基本的にこういうの絶対知らないようにしてるんで。なんかよくわかんないわ。な何。これロアさん。のなんかアイコンが動いてるのがいます。ああ、僕のアイコンが動いてます？はい、2枚目のやつが。あ、マジですか？すいません、あの他の3人と
あの視聴者さんで楽しんでください。とにかく僕は基本的にこういうの一切あの知らさないようにしてる。めちゃめちゃ拒絶する。なんだ、このアイコンもらっていいですか？あ、いいんじゃないですか。いい、ちょっと使うかわかんないですけど、もらっていいですか？ちょっと。あ、いいんじゃないですか。ラオポン、ありがとうございます。作って貼っていただいたんで、すいませんね。あの、僕はあの申し訳ないですけど、あの開かないんで、想像で どんなんが来たんか想像で楽しみますわ。僕のあの顔のアイコンあるじゃん、顔ってかツイッターのアイコンあるじゃないですか。あのあれにクリボーの足が生えてテコテコ歩いてるやつです。かわいい。ロアポー、クリボーだからロアポーだ、ロアボーだ。そういうことか、そういうことか。わかった。てかこの時間、この時間で、ね、この違うな、こっから持ってきたやつじゃないな。お、あとなんかこのゲーム画面から持ってきたやつかと思ったらなんかあのチャットが、西本さん競馬配信してるから盛り上げどころを狙ってるんでしょうって。いやいやいや、競馬してても競馬してても別盛り上がらないですからね、僕の配信。確かに競馬もこれも同じレースですからね。やっぱ西本さんといったら泥酔配信ですよね。毎回消しちゃうんですけどね。はい、ちょっと一回まだ消してなかったので、ちょっと一瞬公開にしてもらっていいですか？いやですね。いや、それでなんかこの間僕が寝てるところなんか自負画像でなんか上げられてたんですけど、それかなと思ったんですけど、今回は、僕が寝てる動きをずっと、そうだったんだ。はい、なんかロアボを作ってくれた人、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。僕初めて何かをもらいましたよ。おー、いいですね。この長期間配信よかったですね。視聴者からのプレゼントですよ。よかったですね。ありがとうございます。僕はあの開いてすら いないですけど。ありがとうございます。なんか若松さんはなんかそのトラウマがあるんですか？そのブラブラで開いてなんかブラブラとか踏んじゃったみたいな。いや、まあ、あの嘘ついてもあのしょうがないですから、じゃ あのはっきり言いますわ。もう基本的にそういう、うん、なんて言うんですっけ、自負画像ですっけ。うん、自負画像っていうもの自体が嫌いなんで。自負が嫌いってなかなか、はい、そうです、珍しいですね。 はっきりここであの宣言しておきますわ。怖っ。あれ JPEG とかは大丈夫なんですか？え、なんですって。JPEG 普通の画像とかは大丈夫なんですか？まあとにかく なんていうんですか、その合成画像ですっけ、なんか、あ、 そういう合成画像的なやつがあの基本的に嫌いなんですよ。ああ、ほうほうっすね。うん、いや、僕なんかね、なんかありがとう、僕ありがとうございますって言ったからちょっとあれなんですけど、ちょっと負い目があるんですよ今。よし、55分になったんで、じゃあ第3ラウンド始めますか。てかこれ、いいよ、これあれじゃないですか、手作りじゃないですか、マジで。ああ手作りなんじゃないですか、多分手作りですよこれ。あの、そうすごいちゃんとあれですよ、ドット絵でした。ちょっと拡大してみたらちゃんとしたドット絵でした。うん、すごい。そう、そのチャットがおっしゃってる通り、もう好き嫌いが人それぞれですから。あの、そうなんですよね、その合成画像が好きっていう人は僕その指定はしませんから。そう僕個人が嫌いっていうだけで、好きな人はそれで OK。 怖い。まあいろいろありますからね。そうホラー好きな人もいれば、ホラー本当 CM 流れるだけでテレビ局を潰したいっていう人もいるだろうし、うん、おっと、多分あのなんか西本
西本さん西本さんの視聴者西本さん配信の視聴者らしき人が来ましたよ。そうなんです、ね、ありがたいですね。西本さん今最下位なんで。よし、2位ですよ、2位。ということで第3ラウンド行きましょうか。あ、行きますか。行きましょうか。よし、いや今日僕朝から何も食べないで今お酒飲んでるんで、断固拒絶っていうか、まあ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 、まあ、そういう感じで、うん、まあまあ、ちょっと冷や汗出ましたよ。冷や汗。じゃあ、やります。第3ラウンド、よし、はい、行きますか。じゃあ、行きますか。はい、行きますよ。はい、3、はい、2、1、スタート。ほら、やばい。設定してなかった。チャンス。よし、ロアさんと差をつける。そんなね、そんな簡単に差を詰めれるっていう、ね、ゲームではないんですよ、これは。ちょっとそんなね、やるからには1回はちょっと1位取りたいな。おお。レジ君がいる限り無理です。いやいや、もうクリアしてる音がしますもん、もう。もっとこうレジさんの邪魔をしないとダメなんじゃないですか。そうそう、ああ。レジさんが、レジさんが拒絶するものをなんか連呼していかないと。なんだろう。なんだろうな。レジ君が嫌がってる、なんかレジ君って大体なんかこう、なんかクールにこう、ゲームを進めていくからわかんないんですよね。いや、そんなことないっすよ。これダメっていう時、ダメじゃないですか。ホラーとかってもう、なんかこう、なんか、あ、死ぬわ、みたいな感じの感じだ。そんな、なんだろう。なんですかね。いや、レジさん、ファイナルファンタジー9、始めましたね。あ、ね、やってますよ。UBF9 やってるんですね。やってて、でもチャンバーがあるじゃないですか、最初の。はいはい、あれが、なんだ ?A と B 間違えてて、うん、全然得点が伸びなくて、すごいやってましたよ、最初の方。40点が全然伸びなくて、で、あ、これボタン間違えてんじゃんって気づいて、で、あれ逆転いきました。あれは、あれです。初見です。あ、まあ、一応初見ですね。あ、初見なんですね。じゃあ横に書いてあるのはあれですね。忘れないよう。あ、そうそうそう。あれは、まあ、初見という、なんだろう、忘れないようにみたいな。あれですよね。初見なんですけど、うん、もう完全クリアを狙ってるんで。あ、FU9 は完全クリアできないようになってるのがムカつくんだよな。一周でできないですよね。うん。スカリバーが、関係上。そうそう。あれ、こんなステージ僕、あれが難しかったな。まだ出てこないと思うけど。まあ、星座。ヒントだけ言っときます。ああ、それ。全然 FF がわかんないっすわ。マジか。下さん、FF とかやんないっすか ?FF5 しかしたことないっすね。ああ、5いいじゃないですか。俺も最初は5やっとけば、もう、全部できますよ。大体。大体。うん。ジョブシステムとかね。そうそうそう。ジョブやら、まあ、キャラがいろいろやるやら、なんやらいろいろわかるんで。いや、実際面白いんですか、FF シリーズは。面白いですよ。ちょっとね。でも、ドラクエ派なんで、完全に僕は。ああ、まあ、まあ、僕、両党なんでね。ああ、そう。どっちかというと、ドラクエ寄りだけど、FF も全然いけますよ、うん、みたいな。僕、ドラクエは10だけやってなくて、FF は。11だけやってないっていう派閥なんで。めっちゃやってますね。そうなんですよ。オンラインゲームのやつだけですね、やってないのは。14はやってるんで、あれなんですけど。っていうか、確かそもそも、ロアさんが視聴者、100年近く行ったときって、ファイナルファンタジーでしたよね。いや、あれです、ゼロです。ゼロ。ゼロ。ゼロ、濡れガラスの巫女ですね。ファイナルファンタジーゼロ？いや、違う。ホラーゲームですね。ああ。
あ、ゼロってタイトルのホラーゲームか。そうなんですか。あの写真のやつですよね。そうそうそう。すいません、あの豪快に勘違いしました。大丈夫ですよ。なかなか面白いんでね、ゼロシリーズは。やめてください、来ないでください。結構あ、でもこれ。なんか、名作みたいな話ですか。ね、そうですね。もう、全部僕は面白かったですね。そんな全部やったんですか。あ、僕全部やってます。ゼロ。なんなら僕、Wii U 買ったきっかけがゼロですから。すごい。うん。一つのあれに対して買うってのは。一個買ってないやつあった。手に入んなくて買ってないやつがあるんですよ。あ、そんなんあるんですか。と、3DS 出た。あー、あ、めっちゃプレミアついてるやつっすよね。そうなんですよ。そんなん出てんすね。紫の手帳っていう、あの、AR 利用した、はいはい。あの、現実世界と、あの、説明書とか、っていうか、なんか日記がついてて、うん、それをカメラで撮ってるとゲームが始まったりとか、あのホラー演出が始まったりとかして、で、現実世界の中でこう、動き回って、こういう、あの、写真を撮るみたいな感じで。AR 機能が今、はい、そうそう。プレミアどんぐらいついてるんですか、成果から。めっちゃ高かった気しますけどね。うん、もう、ああいうのもプレミアつくと一気に高くなりますわ。そう。なりますね。あの、ダウンロード販売できないゲームですからね。ああ、そうか。生産中ってことですかね、うん、っていうことなんで。いや、違うんですよ。あの、そう。あの、紙媒体がないと、こう、AR が機能しないじゃないですか。ああ、なるほど。そうそう。説明書がないと。説明書的なものがないと、あの、こう、ホラー要素が始まらないというか、ここを読み込んでくださいみたいな感じで。ああ、なるほど。そうそう。そういう演出があるんで。うん。積んじゃうんですね、あれ。ちょっと、そう。もうダウンロードもあっても、多分、なんか、普通にこう、画面見て敵を倒すモードとかは遊べるんじゃないかとは思うんですけど、ストーリーが絶対多分遊べないと思うんですよね。うん。うん。それで紙がついてないとダメだから、あの、紙も状態が良くないと読み込んでくれないから。じゃあ、言ったらもう封切ってないやつがめちゃくちゃ、すごい高そうですよね。あ、高い。状態。毎回取るの。僕、中古屋行くたび探してましたけど、なかったですからね。あの、多分販売数も少ないんですよね、多分。そうなんですね。で、見たことないっすもん、店で。うん、そうなん、紫の手帳って言うんですけど。どんぐらいなんすか ?2 万とか、そんな。わかんないっす、もう。なんか、どんぐらいだったかを。ああ、なんか、ああ、やめてください僕、十字キーで動かすのやめます。アナログスティックの方で。皆さんどっちでやってます、ね、十字キーでやってます。十字キーっすね。えらいなぁ、なんか。僕も十字キーちょっと今嫌いになりました、今。めっちゃいそうなんですよね。アナログスティックだと。ああ。僕のアナログスティックくん、なんか若干、なんか反対に動く。くんなんですよね。いやいや、まずく。はたいます。ちょっと、豪快ですね。よし。てか、もう皆さんクリアしました？いや、まだまだまだ。まだ。なんか怖いんですよ、もう。僕だけ一人取り残されてるんじゃないかという。いや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 。まあ、気になるなら確認してみれば。ザッ！お、か、うん、ファイアウォールがそのバラってのも面白いな。
やめて、やめて、やめてください。よし、よしよし。そっか。お、顔。もういいや。パンは飽きた。わしパンは飽きた。赤い四の実が。なんでや。ああ落ちた。まずい。四の二だね。これ四の二を一発でいけたらもしかしたら勝てるまであります。あります、ね。これある。逆転。逆転ステージみたいな。パンが食えない。いやいやいや、パンやっちゃった。やめてください。もうお前ほんま。ジャンプ力。あと、こう、めり込み力。めり込み。なんでや。わかんない。ロックマンやってても、ジャンプがスライディングになったり、スライディングがジャンプになったりが、すごいんですよね。どんなコントローラーを使ってる。いや、なんか一個になっちゃうんですよね。ロックマンしてますね。ワンツークリアしましたが、一番難しい。ああ。クマ、やっぱ、やっぱ、イエローデビルですよね。あそこもぜひっすよ。僕、イエローデビルを、最初の時、あまりにも倒せなくて、裏技というか、ちょっと小技を使って倒しましたね。どうやってやったんですか？なんだっけ、サンダー、みたいな、エリキマンか。エリキマンの技を放って、スタートボタンを連打すると、ただのヒットするという。なんなら一発で倒せるというね。あ、そうなんだ。俺も、それってどうしても倒せん人用の仲裁措置ですよね。そう。エリキマンの技を出して、ちゃんと赤目が出てるときに、でも、スタート、キャンセル、スタート、キャンセルをすごい連打すると、画面に戻るためにダメージが入るという。あ、なるほど。そうそうそう。こんな裏技が。そう。僕、最初。確かに赤い藁をばらまくっていうのは、ミシュルな感じは確かにしますね。なんか。あ、ラディさんクリアした。早い、相変わらず早いんだよな。本当に。1着。やっぱこれあれだな。これで、たまに西本さんを超えれれば、たまにでいいんですけど。そうですね。そう。ダメか。1回は1位取りたいな。これでロアさんが西本さん抜けば、うん、3位にはなるのか。お前、グーかよ。これすごい。どんなにマリオに従順なんすか。いや僕ずっとレジさんの動き見てたんですけど、途中までね、僕も1面以上差をつけてたんですけど、すごいやっぱじわじわ4ぐらいになるなったらもうなんか追いつかれてるんですよ。ステージ4ぐらいになったら。さすがだな。西本見てるから、あれじゃない、集中できてないんじゃない。いや、まあ、全然喋れてないですけどね、その分。僕もなんかめっちゃ喋ってますよ。雑談配信かなっていうから、最後。そのためがもう、喋りに、すごい。クリアしました。いや、西本さん、これはちょっと。これで、あれですよ、僕がいつかこの、4なんだこれ、42か。42をね、もうチャンスないんですけど。42をね、いつかノーミスでクリアできればね。やめろ。何かしらの大会に呼ばれる可能性があるから。大会。全人大会。全人ワールド大会。多分、800万ドルくらい出ると思うんですよね。おぉ。それも。オッケー。よし。マジか。4の2なんだな。パンが食いたいんですよ、僕は。そういえば、最近僕はあのパンにハマってるんですよね。くるみが入ってるパン。
くるみパン。くるみパンですか？くるみパン。やめてくださいよ、何ですか。くるみパン好きなんですか？やめろ。くるみパンは美味しいですね。美味しいんですよ、くるみパン。いやー、僕も、あれですね、若干こう、本性が出てきましたね、だんだん。くるみパン。くるみパンというか、若干イライラしてます。普段ゲームでイライラしないのにな。あ、でも、あの、噂あれじゃないですか。ついに、バイオ、5のあそこを突破して。そうなんですよ。ウンデス君がやっと倒せて。出ました、ね、そう。やっと、あの、プロフェッショナルトロフィーもらったんで、あれですね。PS3 でやったときは、ずっと一人でやったんで、ほぼほぼ。うわさん、この間配信してて、速攻で寝落ちしてませんでした。え、なんか、早と思って。なんか、ロアさんの配信始まったと思ったら、なんか、すぐなんか、寝落ちしてますよ。やばい、それ知らん配信かもしれん。僕、たまにやる、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、やばいん、その配信ちょっと後で見て消しときますわ。やばい、またやってました？僕、怖いんですよね。記憶にない配信がたまにあって。で、し僕、一回 YouTube の動画を全部消したんですよ、一回。怖くて。僕、今残ってるのは、もう完全に、ああ、なんか、僕の趣味の動画だけですね。ああ。あの、うん、宮田のジャガー炎上祭。そうそうそう。宮田のジャガー炎上祭だけですね。あ、もうクリアしたんですか？僕も、はい、僕もあれですね。僕もあの、もうクリアするんで。はい。ハコマチ、ありがとう。3位でーす。いやー。アイス。これ、あれですよね。やっぱレジさんにハンデつけないとダメでしたね。うん、そうですね。やっぱレジさんは、レジ君はね、ゲームがうまい。いや、そんなことないですよ。これは。たまたま。多分、もう、レジ君だけ、はい、あの、マリオブラザーズ2をやらせてた方がいいと思いますよ。ゲーム。あの、そう、もう、何らかの手段でマリオブラザーズ2をやらせた方が、多分、ちょうどいい感じになると思うんですよね。ならないでしょうね。マリオブラザーズも、でも、どうなんですか？本当にマリオブラザーズみんなでやったら、ちょうどいい時間に終わりそうな気もしないでもないですけど、どうなんだろう？あ、やっぱ、嘘だろ。そんなやばい。どうなんですかね、マリオブラザーズ。一応、ワンは持ってますけど。やれる機種が、あ、でもあれか、スイッチもやれるのか、今は。そうね、ロアさんに麹レモン送ってもらって。ちょっと僕にね、送ってもらって、ベロンベロンになって。あ、そう、なるほど。あ、そうですね。ちょっと、欲しいものリストに入れてもらっていいですか。24本送るんで。ああ。そういう酔っ払いハンデって感じですか。あ、そうか、あのレオン、レジさんってレオンのお酒好きなんでしたっけ。あ、レモン、あ、つけつけつ、最近だからロアさんがおすすめしてたと思う。あ、そうかそうか、ロアさんがおすすめしたんか。そうかそうか、もうね、もうずっと飲んでますけど、本当に、うん、で
今日なんか麹レモンが実は美味しいですって教えてもらったんです。おお、麹レモン、なんかね、アルコール臭さが少ない。あー、酸っぱいことって感じですかね。うん、あー、もうダメだ。ちょっと待って、十字キーでやります。なんか4のさの方が難しくなったんですけど。ああ、そうそう、なんかあのその都度その都度十字キーに切り替えたりアナログスティックに切り替えたりなんかそういうその都度なんか切り替えたらいいんじゃないですか、うん、やりやすいように。そうですね。いやー、なんか僕怖いですよ、この企画の評価が。まあ評価する人があんまいないっす。そうっすよ。大丈夫だと思いますけど。でも大丈夫っす。一応多分こう99人一応見来た利益があるので、あ、クソ企画だって言って帰って、こうね、感想つぶやくやつが、ね、やめろ。な、ダメだ、1ブロックに乗れなくなってきた。1ブロック大好き人間なのに。滑りますよね、ちょっと。そうなんですよ。なんでだ、これあれか、もしかして僕あれかもしれん。やめてよ。あー、うふ、違うんですよ。みんな聞いてください。皆さん聞いてください。違うんです。違うんです。大丈夫ですよ。大丈夫。なんで皆さん無言なんです。いや、見守ってるんですよ。見守ってます。ダメです。ダメです。こうみんながこう和気あいあいとしてる声を聞いていないと僕は多分死にます。あの、物理的に死にます。やめろよ。ちょっと待ってください。一回落ち着いていいですか。さっきより多分タイム遅くなってますよ。そうなんですよ。ちょっとこれなんかフリーゲームでなんかかなり結構濃密っていうかすごい楽しめますよね。まあ3回もやっちゃいましたからね、我々。じゃあクリアしたし酒飲もうかな。ああいいっすね。今日は何ですか。あー、やめろ。え、まあウイスキーっすね。ああ、いつもちょっと飲み物いきますわ。はい、いってらっしゃい。いいっすね、こうどんどん下手になっていくのやめてほしい。さ、あれだな、酒の影響だなってあるんだなっていうのがこう明確にわかる。こう酒、これが酒の影響だぞ、みんな見たか。じゃあ僕も飲み物取ってきます。はい、いってらっしゃい。見とけよ、これが酒の影響だぞ、お前ら気をつけろ。いや、ルワさん、ちょ、今飲んでるんですか。飲んでますよ。あ、飲んでるんか。そうなんです。あ、そうか、飲んでますけど。水源状態ですね。じゃあ、え、水源。あ、そうですね、水源ですね。水源状態です。僕あれですね、もう最近もうずっと酒を飲みながら配信してるんでね。やべえなとは思ってるんですけど。うわ、ロアさんの配信開いて、あのスピーカーのボリューム上げるとロアさんのいびきが聞こえるんですもん。そうなんですよね。まあね、とある配信者にめっちゃ怒られたかな。配信者さんにめっちゃ怒られたからな。あ、そうなんですか。そう、いやーめ。大丈夫かね。なんで、あ、え、なんで怒られるんですか。あの一緒にやってた時に寝てしまって。え、そうなん。ああ、そうなんですよ。怒られてしまったんですよね。じゃあロアさんってそういう人なんじゃないですか。え、まあ基本酔っ払って寝てまたかよっていう人なんですけど、あんまり人となんかこうがっつりちょっとやろうぜって言った瞬間に寝たので、あまりにも序盤で寝たので、
そう、それでちょっとね、怒らせてしまって。あ、相手が怒ったんですか？そう、あ、さすがに怒りますよね。珍しいですね、あの人が怒るって。そう。あ、まだだったのか。まあ、パン取らなくてよかったのか。やっと終わった、もうごめんなさい。あ、いえいえ。5分ぐらい遅れました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、おめでとうございます。戻りました。さあさあさあ。ということで、第3レース1位、レジさん、2位、西本さん、3位、オーク、4位、ロアさんですね。そうですね。ということで、暫定1位、変わらずレジさんです。てか、もう、あれでしたね。1回目から、あれでしたね。あ、一応書くか。まだまだ暫定なんですか。怖いんですよ。あと一回やれば、あの、ちょうどいい感じに10時に終われるんじゃないですか。10時ぐらいに。もう今日どうあがいても暫定1位変わんないっすよ。そうなんですよ。じゃあなんか最後、エキシビジョン、あ、エキシビジョンでやる。エキシビジョン。エキシビジョンって名前変えても一緒っすよ。やること。怖いですよ。まあもういやちょっとネタバレなしで皆さんエヴァンゲリオン見ました？あ、見てないっすね。見てないっす。僕も見てないっすよね。見に行きたいんすけどね。もうネタバレ見ちゃったんで、もう。なぜです。あ、見たんすね。いや、別に僕気にしないんで、ネタバレを。おぉ。ネタバレ見た上で楽しむ派なんで、僕は。おぉ。ああ、そういう人もいますよね。ほんと、ネタバレダメなんですよね。ロアさんがどんだけハンデつけても、結局、なんか、レジさんが1位になりそうで怖いってチャットしてますよ。そんなことはないっす。大丈夫ですよ。僕、あれです。あの、まだお酒が体に馴染んでなくて。まだ、お酒が回ってない感じなんです。そうなんです。そういう気が。そう。あの最後、第4レース、まあ、優勝者も変わらないですけど、あの、せめて、あの、そっか、デジ君に。1位。うん。わかりますよ。若松さんがとりあえずちょっと1位になりたいですね。デジ君に20万か。チャットもしてますよ。西尾さん、お酒入ったから、第4レース、順位違うかもしれない。もう酔ってますから。これもじゃあ、お酒入れますよ。じゃあ、僕、一旦トイレ行ってきますよ。あ、はい。じゃあ、半になったら第4レース。最終レース。はい。で、まあ、10時ぐらい、多分10時ぐらいになるから、枠位置を入れ替えて打ち上げやります。はい。あー、うめえ。美味しいですか？いいですね。美味しいですね。染みますわ。今日はこのためにもう定時でバッて帰ってきましたからね。ありがとうございます。嬉しいです。今日もね、予定入れずにあれですよ、頑張ってましたよ。 ありがとうございます。嬉しいわ。そうですよ、第4レースはいよいよついに順位が変わるかもしれない。まあ、この企画をこう踏み台にして、またもっとこうブラッシュアップした企画をまた次やるんですもんね。あ、いいですね。確かにそういう感じにぜひガガッといきたいですね。まあ一発目ってことで、どんなもんかなみたいな。そうですね。うん、確かに。僕もちょっとなんか多少持ち込みたい企画はあるんですけどね。お、いいですね。いや、ただ若松さんが基本ゲーム、このネットのやつじゃないですか。ゲームとか。はい。はいはい。
いや、僕、パンチアウト RTA 大会をしたいんですよ。あー、なるほど。なんすか、それ。ファミコンのゲームです。パンチアウト RTA 大会。あー、なるほど。パンチアウトって、ファミコンのやつですか？そうそうそう。あれって、今、スイッチで遊べるやつですか？遊べますね。遊べるんです。なるほど。あれじゃあ、レトロフリークでもいけますか？いけますね。パンチアウト RTA 大会か。なんかパンチアウトやりてみたいなツイートしてますよね、よく。いや、まあクリアしてますけど。うん、よし。ああ、これ。いいでもないですね。今、流行りの、何でしたっけ。スマブラじゃねえ、スマブラ？あれ？スマブラか。スマブラにも参戦してますしね。ああ。うん。スマブラも今もうハードの垣根、ね、完全に超えましたからね。そうですね。ソニックとかもう、まあ、チャットが西本さんマイク・タイソン倒せたのすげえなって言ってますよ。いや、マイク・タイソンは倒してないです。どういうことなんですか？いや、バージョンが2個あるんですよ。マイク・タイソンのパンチアウトと普通のパンチアウトがあって、マイク・タイソンのパンチアウトはラスボスがマイク・タイソンなんです。はいはい、うん、それがいない方をやったんで。いや、マイク・タイソンってそんなにんですか？一応ラスボスになってますね。ファミコンゲーだから鬼畜そうだね。僕も多分 3,40 時間やってますからね。積み重ねてる時間が違うじゃないですか。じゃあ皆さんの順位ができ次第最終レース始めます。ちょっとね、僕、危惧してることがあるんですよ。はい。吐くんじゃないかという。そんなガンガン言ってるんですか？違うんです。あの、僕今日朝から、飲まず食わずで、あの、今初めて口にしたのが酒なんですよ。しかも酒飲みながらなんか薬飲んでましたよ、俺。あれは、あの、鎮痛剤です。鎮痛剤と胃薬です。鎮痛剤と酒って大丈夫なんですか？ダメです。ダメですよ、ね。ダメ。胃を壊すので、推奨されてないですね。あの、まあでもそこに胃薬入ってるんで大丈夫かなっていう。胃の粘膜を守る薬を入れたんで、多分マイナス要素の方が強いんじゃないかな。うん、そうなんですよね。いやー、ちゃんと伊豆で飲んでくださいよ。だ、負けてもそのせいっていう話ですもんね。あ、それは足のせいですね。足をかいつまずいて階段で打ったのが今日の範囲です。あ、お酒とかあの薬とか関係ないですね。今日はあの階段のこけたのが範囲です。マジで腫れてるんで。久々に晴れてる。あ、すごい。チップとか貼ってんすか？あ、何もやってないです。どの辺ですか？すねですね。うわぁ。晴れてんのか？僕、大体血とか出ないと、大体ほっといちゃうんですよね。よし。すね腫れるって今日多分折れてんじゃないですか？いやー、でも、触っても表面しか痛くないですよ。そう、あと僕あのひび入った時の痛さを知ってるんで、もう全然痛さが違うんで大丈夫です。多分酒で鈍ってないですか、痛み？分かんないです。怖いそれ。噂みたいな。分かんない。あ、なんか酒飲んだら骨折はめっちゃ痛くなるらしいですね。あ、へえ、あれなんですかね。あー、酒飲んじゃダメなんだ、骨折したら。やだな。酒飲んだら分かる、折れてるかどうか。よし、まず、じゃあ大丈夫。うん。では。頭痛もやばいですね。最終レース、突っ走りながら、じゃあ、その話しましょうか。そうですね。よし。あ、もう31分になっちゃってる。そう、はい。すいません。いや、大丈夫です。実は、始めますって隊員をちょっと探ってたんで。いいんですよ、もう。
酔っ払って強制執行でいいんですよ。強制執行。はい、ということでじゃあ最終レース始めまーす。はい、3、まあ、2、1、スタート。はい、さあさあ最後ですよ。最後もう最後もう優秀の1位取りたいわ。はい、カン寄っとるよ。いいっすよ。酔うっていうのはね、あの、ほんと。ああ、やってた。そういえば、なんか、酔っ払い、ある中で、なんか、あれだ、話したいことがあったんだ。なんですか。そういえば、なんか、僕はある中ではないですけど。あ、どうも、こんばんは、ようこそ。こんばんは、まあ、そうめんの親戚ってことは、あれですね。何でしたっけ。冷麦。冷麦ですね。冷麦くん。冷麦くん、こんにちは。冷麦。このゲームのストーリーは、あの、知りません。これはなんか、トランプを獄中にぶち込む話かな。そう、トランプの選挙の不正を、うん、見破るゲーム。多分そうですね。各地を回ってトランプを潰していくゲームですね、多分。政治が絡んでる。寄ってるからって、むちゃくちゃいますね。乳麺か。あー、でも乳麺。乳麺、そうめんじゃないですか。乳麺は、そうめんは温めたものじゃない。うどんっぽくしたやつ。あー、なんか。あかん、諦めちゃ、俺最下位じゃね。よし。やっぱ酔っ払いはダメなんですよ、西本さん。西本さん、酔っ払いはダメなんですよ。ストーリーのこと全然知らずに、絵面がマリオに似てるから選んだらダメですよ。本当に。マジ。あー、やめてください。この配信を通してアメリカ政権への不満をこうぶちまけるって配信ですよ。そうそう。4週目ですからね。そんな、レイジアゲインストザマシンみたいな配信じゃないですよ。マジもう。マジ、主人公この、あの、メガネの、このケンタッキーのカーネル・サンダーさんみたいな人。バーニー、米国上院議員です。あそう、バーニー、米国上院、そうっす。この一番小さくなるやつなんかムカつくな。最近のマリオではないパターンだからな。最近のマリオは、うわ、やめろ、お前。小さくなんないかな。最近のマリオは一回、なんだろう、着ぐるみとか、武器とかが剥がれるだけなんですよ。そうですね。そう。バラから一気に落ちますもんね、これ。そうなんですよね。バラを取る意味があんまないっていう。そういうことか。そう、バラマジで無能なんですよ、これ。あんま使わないですもんね。大体踏めるというか、ちゃんとね、こう、邪魔にならない位置に敵が配置されてて。うん。あれ？これ僕思ったんですけど、うん、ボスの動きランダムじゃなくないですか。もうまっすぐ走ったら超えれますですよね。そうか。あ、確かに一応ない。確かにある意味インテリゲームといえばインテリゲームなのかな。そうですね、捉え方次第で。あかん。だからファイヤーが効くのはあれ、パックン倒すとき用の。そうですね、パックンだけですね。パックンとあと、なんですよ、あの、ブーメランじゃねえ、なんか、あ、ブロス？ブロス。やべ、ブロス用ですね。でもブロスも大体その前に、スター的なものがあるんですよね。そう。スターがあれば突っ走るだけなんだ。やべ、レジさん、早いな、もう、あれじゃないですか。俺もちょっと酔ってきましたよ。いいんですよ、酔って。僕以外、レジさん、一人誰かいますか？僕以外、全員酔ってるな。もう、なんならもう、酔っ払ってスタートでもよかったレベルですね。確かにそうですね。そしたらちょうどいい案だったと思います。パンそっち。
パンそっち、そうそう、やめ、やっちゃった。くっそ、当たり判定が、当たりは、ああ、裏技見っけちゃった。え、裏技隠し込むの。あ、よし、よし、よし。パン取る瞬間と、はい、敵に触る瞬間が一緒になると、はい、大きくなった瞬間に、はいはい、死ぬんですよ。はい、大きくなった瞬間に敵が、こっちが。こっちが。そう。そうで、次始めるとき、大きい状態からスタートなんだ。裏技や。裏技見つけてしまった。すごいすごい。そうっすね。俺も選挙事情ちょっと、勉強してた時代があったんで。へぇ。あ、すごいなぁ。ちょっとそれせこいっすね。いや、もう。それちょっと、前もって言ってもらえます、それ。それちょっと困りますね。僕は、一時期神話については調べたことあるんですけど、各地の神話どんな成り立ちかっていうのはちょっとやったことがあるんですけどね。これはただの趣味ですもんね。いや、一応なんか歴史としてどんな地域でどんな感じの神様みたいな感じなんだけど、だいたい一番最初ってどこも多神教なんですよ。はいはい。キリスト教も最初多神教だったんですよ。なんなら。そうですか。うん。宇宙の話。どういうことですか。キリストを崇めるのに。だから最初キリスト教って名前じゃなかったんですよね。へえ。詳しい。なんか司会文書とか裏司会文書とか言ってるじゃないか、エヴァで。ああ、はいはいはい、うん、あれ一応マジであるもんなんで実際に。へえ、うん、まあ裏司会文書はどうだったか、ちゃんとはっきり 言えないんですけど、司会文書はいまだにまだあれですからね、発掘されているものですからね。へえ。うん。司会文書って、司会の近くで。あ、そういう意味なんですか。そう。司会の近くで多くが見つかったことから、最初、まあ、司会文書って名付けられて。そういうことなんですね。そうなんですよ。別になんか、すげえやべえ、そういう呪術的な司会っていうわけではないんですよ。場所だけなんですね、司会。場所なんです。司会の近くの洞窟でめっちゃ見つかったなっつって、じゃあ司会は文書だなっつって。へえ。まあもう宗教なんて言ってしまえば、どれも一番それは信仰宗教だったわけですから。怖いこと言っちゃうな僕。やめろ。怖い。殺される誰かに。どんどん敵増やしていくんですね、こうやって。うん。本当に信じてる人には申し訳ないけど、どれも発端は信仰宗教ですから。もう今のこの配信でももうトランプ支持者敵に回してますからね。そうですよね。そうですね。僕割とトランプさん好きなんですけどね。危ないっすよ、うん、僕割とねトランプの発言面白くて好きなんですよね。良いです。なんか保身と金とあと攻撃をしっかりするっていう。あんまりいねえ大統領だなと思って。こう他国に攻撃するときにも他のはなんか割と強い攻撃をするじゃないですか。そうですね。うん。トランプあんますよね。そう。トランプ、怖い、なんかね、トランプ来たとき、割と世界変わるかなと思ったんですけど、言うて変わんなかったですね。あ、やめろ。
今チャンスですよ。今レジさんが4人で詰まってます。あれ出る。そうね、4人でちょっと一回落ちちゃいました。僕なんか3-3ですよ。僕以外の3人、3人とも呼ばれてるから、本当は僕が有利になるはずなんだけど。あ、でも若松さん4-1じゃないですか。はい。うわ、待て！やばいやばい、酔っ払って。4-2が突破できない。やばいよ。僕は酔っ払うと、僕は酔っ払うと4-3ができなくなるから、まだチャンスありますよ。4-3。4-3できなかったら結局クリアできないじゃないですか。そうなんですよ。4-3めっちゃ落ちるんですよ。ダメだ。あー、突破しちゃった。ここいいとこ突破しちゃった。よし。あとも集中するわけ。よいしょ。いや、なんでや。よいしょ。今から4人や。お、いいなぁ、みんな。よしよしよし。あ、そうだ、僕。よいしょ。あ。おしょい。オッケー。僕がどうしたんですか？なんか、今日、なんか知らないですけど。あ、やめて。なんか知らないですけど。あの、怖い話を流しながら寝るという。なんすか。そう。別に、僕、怖い話、あの、夜は避けるタイプなんですけど、基本。怖いんで、普通に。なんか破滅願望があるんですか？破滅願望。わからないです。なぜか。なぜか、最近、今の YouTube のクッキーは今怖い話で、怖い話をめっちゃおすすめしていきますね。4-2。あ、なんでや。滑るな。あ、レジさんクリアしてる。あ、ほんまや。うわぁ。おー、また。すごいな、もう4レースとも全部1だよ、レジさん。ダメだ、もう最初からレジ君は酔わないといけない。レジさん先入ってても結局1位か、すごいな。あ、まだ1杯なんだよ、酔ってるっていうのもあれ。あ、なんか、ちゃ酔ってるっていう体でやってただけですか。あ、でも、それはちょっと。出てますよ、顔は。うわ、もう、ちょっと待ってください。あの、ロアさんのチャットがその、夜中に残像を見せたくせにって、してますよ。残意は、ほら。あ、残意。残意、マジで、残意、マジで怖かったな。僕、あれ見た後、いろいろ怖かったですもん。残意って邦画ですよね。邦画です、邦画です。残意怖いんすか？あれ見ようかなと思ってて。俺も怖い。残影はマジ、和室とか奥の部屋があったらもう見ない方がいいですよ。そんな怖いです。残影見て聞いたら、なんかおすすめで残影っていう人がいて、ああ、見てくれみたいな。残影はマジ、あれですね、なんだろう、ジメジメ系、ダメな人にとったらもうマジで。残影、そう。このぐらいで、そこからとか、そっち系ですか。このぐらいなんか、まだいい方ですよ。まだいい方か。本当ですよ。このぐらいなんて、もう、子供騙しですよ。子供騙し。それすごいっすね。結構あれ、なんか、ちょ、このぐらいはどちらかというと、愛を感じたから。あ、まあ、そうです。クリア。愛ですね。そう、残意は恐怖しかないんだもん。軽いあらすじ的なのどんな感じなんですか？若松さん残念ながら3位。一人、あの、とある、金差、西尾さんと金差。お、いいですね。いや、よくないんですよ。その中に僕がこう入ってくるのはもうないんですか？もう終わったんですか、皆さん？終わりましたよ、みんな。皆さんどうしたんですか、そんな早く。急いでるんですか？どうしたんですか？急ぐ。今日12時まで予定ですよ。急ぐやつなんですよ、これ。
やめろ、真理を言うのはやめろ。違うんです、このゲームはそういうゲームじゃないんです。こうトランプ政権に対してこうどう思ってるかっていうのをね、馳せながらゆっくりゆっくり一面を進めていき、こうなんかやべえ、なんか多分これあれですよね、なんだろう、議員が多い地域とかですかね。ワシントン DC、 ニューヨーク、あとなんだっけ、カリフォルニア。あ、はい、議員数の多い地域とかですかね。なんか何ですかね、どういう選定されてるのかわかんないですけど。多分このバーニーさんが勝った地区なんじゃないですか。なるほど、バーニー推し。バーニー推し地区ですね。やっぱこの辺の主要勝ってたら大統領になってるか。そうですね、確かに。あ、でも、ああ、そっか。あ、僕、あれですね、4のに今回一発でいきましたね。いいっすね。いけましたねっていうか、まだ、過程なんですけど。いきます。いってください。そうですね。ここから落ち着くだけですよ。ちゃんとゆっくり。そう。キラーに当たらない。おぉ。ああ。そうだ。今回は僕、あれですね。僕、あれですね、20分を超えられませんね、なんか。どっかで何かしら詰まる。まあ、みんな、酔っ払って、オンラインゲームとかやっちゃダメだぞ。いやなんか経験があるんですか？はい。まあ、FF14 っていうゲームでね。なんかやらかしたんですか？酔っ払いやらやばいですよね、絶対。パーティーみんなで、パーティー組んで、こうね、もう、まあ、序盤はね、一人でね、こう、好き勝手やってられるんですけど、うん、まあ、後半になると、何をするにしても、大体パーティーを組むんですよ。うん、まあ、後半も後半で、最近ではパーティー組まなくてもいいんですけど、まあ、大体パーティー組むんですけど、なかんだらするときに。うん。まあ、その中でね、ちょっと、動かなくなってしまったりとかね。今、F14 って、一パーティー最大何人でしたっけ？最大8人です。あ、ね、最大8人まで増えたんですか？そうですね。クリアした喜びを。いやー、トランプはね、ちょっと、獄中に入ってもらって。ありがとうございます。おお。結構早かった。僕ね、夜中に来るを見たかったんですけど、ああ、前半で寝て、エンディングで起きるっていう最悪なことをしまして。来る、面白かったっすよ。うん。岡田がかっこいいなってだけでしたけど。そう。岡田くんな。V6 解散しますね。そうなんだ。へぇ。うん。みたいですね。さあ、最終レースが終了しました。最終レースの結果は、1位、レジさん。2位、西本さん。3位が、おぉ、惜しかった。西本さんと僅差で、3位、オグレスラファンサイト。で、僕も4位が不動産ですね。いやー、惜しかったな。じゃあ、合計点を発表します。ちゃんとつけてたんですよね。ちゃんとつけてましたよ、合計点。しっかり。じゃあ、4位、下から発表していきますわ。うわ、誰だろう。誰かな。4位がロアさんです。ああ、マジか。多分ね、すごい僅差なんですよ。
次頑張りそう。次頑張りましょう、次。そうですね。で、3位が、僕、若松サイトです。多分1点差ぐらいですかね。まあ、とりあえず、あの最下位にはあの並んで、ならなくて、あのよかったですわ。でそして2位ですね、2位準優勝、2位準優勝は2勝3です。おめでとう。びっくりした。2位か。そうか。これもやっぱ 2,3 点差なんですか。点差はそのはい、まあ、いや大丈夫です。はい、大丈夫です。まああの全レース順位一緒だったんで、まあ点数大体なんとなく分かるでしょう。ということはラスト1位はということで、まさかの1位優勝、1位優勝はレジさんです。うわあ、いや欲しく20万円か。いや20万、いやアマゾンギフト券20万いいな。レジさん本当すごいですよ。 4試合全部1位ですよ。なんすかね、相性いいんすかね。チャットからもおめでとうって来てますよ。いいな、めっちゃ盛り上がってるチャット。ありがとう。ですね、ちゃんとなんかやっぱりその感覚なんかな、やっぱそのゲーマーとしてのレジさんの。そうですね、多分最近、まあ、ゲームしてますね俺は。でも結構それだけは言えます。いやー、僕はすごいわ。うん、前後1、前後1位やもん、4試合。西本さんもすごいじゃないですか、あの安定してね、毎回2位っていう。いや、そうですね、そうです。僕より下の2人は競馬入ってなかったっていうのを自覚して反省してください。それはちょっとね、ちょっとね、まだね、ちょっと言い逃れをさせてもらうよ。きっとリズム天国なら勝てる。おお、リズム天国いいじゃないですか。リズム天国いいっすね。スイッチとかでできるんですかね。そうなんだ。ああ、まだね、出てないですね。あ、出てないですか。なんかもうなんかすごい網羅されてる感じのやつは 3DS で出ましたね。 3DS 配信ってなるとなんかあれですよね、必要なんですよね。そう、ハードル高いですね。僕はできますけど。おお、持ってるんですか。持ってますよ。ください。ぐらいですよ。ちょっとたまに貸してください。もう使ってないんでね、配信用に改造したんですけど。ああ、すごい。 3DS 配信いいな。ポケモンとかいけるじゃないですか。できるんですよ、うん。いいっすね。ではではでは皆さん、はいはい、一旦枠切り替えて打ち上げやりますんで、はいはい、この枠終わりますわ。はい。なるほど。よし、じゃあ、はい、締めますわ。さ、この枠のエンディング。はい、はい、あ、じゃあなんか、ということで、ね、はい、皆さん、本当に視聴者の皆さん、アーカイブでいてくださってる人も含めて、ご視聴本当にありがとうございました。コメントしてくださった方も本当にありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。では終わります。ありがとうございました。どうも。この後、すぐ枠切り替えて打ち上げやります。はい。僕、若松さんのドモがめっちゃ好きなんですけど。